エルストフェルトのチェ6、8K クロコダイル、機関車クロコダイルという一群の電気機関車の名称は特徴的なボンネットの部分がワニに似ていることに起因する。ボンネットの中にはモーターや駆動装置が収められていて連接式の中央部に結合されている。中央部は上因室、パンタグラフ、変圧器等がある。最初は スイスの機関車に対して用いられたが、次第に他国の類似の外観の機関車に対しても用いられるようになった。開発にあたり、ガーラット式蒸気機関車を参考にしたとされる。各国とも急曲線の多い山岳路線での使用が多い。クロコダイルの名称は、最初に1919 19年から1927年に製造されたスイス国鉄のチェロク、82型とチェロク、 8-3型に対して用いられた。これらの機関車は、急曲線のオイル・ツェルン・チアッソ、カンノ・ゴッタルド線で運用されたものである。電動機は車体に装化されているが、急曲線のあるアルペンルートやトンネルでも通過できるように柔軟性は確保するため、二つの動力ユニットを、ピボット軸を中心として運転室と変圧器がまたぐ、連接式の構造により急曲線の通過を容易にしている。 これらの機関車は一般的にはスイスクロコダイルあるいは SBB クロコダイルと呼ばれ1980年代まで運行されたほか現存する機関車は今でも歴史的機関車として運行されている非常に類似した1089型と1189系機関車がオーストリア連邦鉄道にも存在しオーストリアンクロコダイルと呼ばれるスイス オーストリアの標準機仕様のクロコダイル電気機関車に、ついでよく知られた。クロコダイル機関車は、レーッシュ鉄道の GE6、6I 型であり、レーッシュクロコダイルの愛称を持つ。それらの難料は、胴体保存されて、旅客列車を牽引しており、多房機には、貨物列車も牽引している。ベルニナ鉄道は、ベルニナのクロコダイルの愛称を持つ、クロコダイル形式の GE4。 482系一両を製造しており、現在でも運転可能で歴史的機関車として保存されている。狂気軌道を持つ2社の鉄道会社もクロコダイルの愛称を持つ電気機関車を所有している。例えば、マッターホルン・オッタルド鉄道では、セルマットのクロコダイルとして知られるハジア4、4型を胴体保存している。一方、イベルドン、サンクロワ鉄道は g e 四 4型21号機を所有している。それらの機関車はどちらも連接式ではなく、鉄道ファンからは偽物のクロコダイルの愛称で呼ばれている。ドイツの E93、E94 型電気機関車はしばしばドイツのクロコダイルと呼ばれている。また、広くて短い花のためアリゲータとも呼ばれている。ドイツ国営鉄道では254型。 ドイツ連邦鉄道では194型として使用されたほか、オーストリア連邦鉄道でも1020系電気、機関車として活躍した。フランス国鉄の初期の交流電気機関車である BB12000 型をはじめとするシリーズは、チーオンビル・バランシエン・ヌ間ンの鉄鉱石の輸送に利用されたが、それもクロコダイルの愛称で呼ばれていた。クロコダイル機関車はインドでも使用された。それらの機関車は、 WCG-1K であり、1928年から、ボンベイ・プネー、プーナ間で使用されていた。それらの機関車は、すべてインドの後期に対応するように製造された。最初の重量は、スイスロコモティブマシンワークスで製造された。イギリスのバルカン会社は、この路線のために31両以上のサンプルを、組み立てた。連接式の車体は、クロコダイル独自のものではなかった。 アメリカでは、ミルウォーキー鉄道の EP-2 型電気機関車で使われた。日本では、突電と呼ばれる、スティープルキャブのような、連接式でない長い花を持った形式が、多くの機関車で採用された。ありがとうございます。